はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A のチェバの定理丸2をお送りします。で、前回からね、このチェバが始まって、これで2本目だと。で、前回ポイントやってるので、今回は問題演習を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回ポイントやって、そこの問題演習では、その辺の長さを出していったんですが、今回は、AR 対 RB っていう比を出しに行きます。つまりここね、AR 対 RB。これは、BP 対 PC だろうが、まあ、CQ 対 QA、どこでも大丈夫です。まあ、どの場合でも出せるんですけど。で、これも、前回やったチェバをそのまま使っていきます。公式通りにね。で、ここ、まあ、右回りでも左回りでもいいんですが、まあ、右回りで行こうかな。どっちでも出るからね。で、もし、チェバの定理の公式なんだっけと思う方は、ぜひ前回の動画をチェックしてもらえたらと思うんですけど、まずこれ右回りでいくと、A キューブの QC が来るんで、1分の2になる。だから、1分の2かける、ここから、CP 分の PB。なので、3分の2が来る。で、ここの BR 対 RA っていう順番が来るんだけど、それはそのまま書きます。で、BR 分の RA って書いてもいいんだけど、ここも、英語にちょっと合わせたいので、BR を RB 分の RA を AR でイコール1と。これがチェバの定理だったよね。で、これをですね、まあ、ここが3分の4になるんで、両辺4分の3をかけてしまって、RB 分の AR イコール、これにしたいと。で、3分の4邪魔だからかけると、4分の3とこうなります。で、もう終わり、これで。で、あと答え。この比を書くときは、AR 対 RB 入ってるか。あ、入ってた。イコール、これ AR が上で RB が下でしょ。で、3と4ってなってるんで、そのまんま、3対4。これで終了となります。で、もちろんね、この状態になった時に、このまま数字書けばいいようでも構わないですし、まあどういうことかっていうと、例えば、ここが3と4でももちろん4分の3でイコールなんでしょう。で、ここが6と8とかになっても、結局、8分の6って、約分すれば4分の3と同じになると。で、6と8入れてみる、6対8ってなったとしても、6対8も約分というか、比を直せば3対4になるので、だから結局ここの数字を使ってしまえば答え、このままね、この状態からこの比に持っていって OK ですよ、という流れになります。だからチェバを使っただけなんだけどね。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのが2番の方ですね。これは、まあ、こっちの見てわかるようにちょっと違うんだよね、形が。でも、チェバなんです、これ。で、チェバっていうのは、まあ、前回やったように、各頂点から対辺に向かって、ピーって、線を引いて、その交点が1点で交わってると。それが条件なのね。チェバの定理を発動するためには。で、これ、なってねえじゃんって感じがするんですけど、例えば、A から対辺に、まあ、P でぶつかってるけどね、延長で、まあ、結んでると。で、B から対辺じゃないじゃんって感じがするんだけど、結局、AC っていう対辺の延長とぶつかってるから、ちゃんと。こっちもそう。C っていう頂点から AB っていう対辺の延長とぶつかってるので、で、それがちゃんと1点で交わってる。だからこれは、この中では、中だけじゃなくって、その延長の部分、ね、伸ばした部分で1点で交わってても、チェバが使うことができます。だから発動できる。で、その時にちょっと気をつけなきゃいけないのが、この形をね、オーソドックスな形を覚えておいてもらえるとずれにくいんだけど、右回りって考えたときに、2分の1って行きたくなる。右回りだけを覚えてしまうと。で、実もそうじゃなくって、結局、球が中にある状態の右回りをイメージしてほしいのね。だから球今外に出ちゃってるんですけど、中にあると思ってください。そうすると、もし、こうね、頭の中で精査がきついなと思ったら、一番この問題が出てきたときだよ。出てきたときに、どっかね、ノートの端っこでもテストだったらね、空いてるとこでも構わないんですけど、ABC って三角形を書くと。で、はみ出てるバージョンじゃなくって、
中に入ってるバージョンを、まあ、ほんと好きなので構わないんで、こうやって弾いてみる。一番オーソドックスな形。で、下が P だから、ここ P でしょ？で、Q は右側だから、ここは Q。で、ここが R になってるじゃんか。で、この状態で、右回りで考えたら、アルファベットで置いていく。AQ 分の QC でしょ？かける CP 分の、PB。したね。CP 分の PB。で、BR 分の RA。これが1位になると。っていう、チェバの一番オーソドックスな形をアルファベット付きでちゃんと書いてあげる。で、これを書いた上で当てはめればいい、それを。ってやるとずれにくいです。もちろんここまでしなくても頭の中でいけるっていう方はそれで構わないです。全然ね。で、当てはめていくと、最初 AQ なんだよね。で、AQ いくつかっていうと、ここ。ここに伸びます。AQ。だから3なんだよね。AQ が。つまり、AQ が3なんで、3分の QC、ここ CQ だね、1。かける CP はここです。で、PB もここなんだけど、これ、長さが書いてないんだけど、イコール、同じマークがついてる。で、同じって時は1分の1で構わないです。もちろん2分の2にしても構わないけど、約分したら1分の1に戻ってくるので、これで使ってください。で、BR と RA は、まあ、これにね、さっきと合わせたいんで、ちょっと逆にします。RB 分の AR イコール1と。で、これで終了だね。で、さっきと同じように考えて、これ3分の1が邪魔だから、RB 分の AR。両辺3をかけると、まあ、3なんだけど、ちょっと無理やりね、1分の3って書いたら分かりやすいので、こう書きます。で、こっから答え。AR 対 RB。イコール AR 上だから3と1なんで3対1とこれで終了となります。まあ本当右に関してはね完全に俺がいつも普段やってるやり方なんでね、あの学校の先生とか、まあ、塾の先生とかで分かりやすい方がいればそっちのやり方からずらすね、わざわざこっちに変える必要はないんですけど、まあ、ちょっと苦手な方がいればさっきみたいにこう1回ねオーソドックスなのを書いて思い出した後に当てはめた方がミスが減るかなと思います。では今回は高校数学数 A のチェバの定理丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回メネラウスですねの方に移りますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。